京、新しき時代の到来。この賑わいも久々だってばよ。ああ、まったくだの。なあなあ、エロセニー、修行は終わりだろ。だったらさ、俺、一楽に行っていい。ああ、ちょっと待て。一応出迎えが来るはずだからの。出迎え？いや、遅れてすみません。もう久しぶりだのう。え、この声ってば。よ、元気だったか、ナルト。カカシ先生、うはー、先生ってば全然変わってねえってばよ。お前はだいぶでかくなったな。え、そうかな。ああ、そういえばもうそろそろさくらのやつも。ああ。さくらちゃん。え、ナルトなの？久しぶりだな、ナルト。はぁ、久しぶりだってばよ。そうか、まあ、修行を頑張ったようで何よりだ。へへ、俺ってばすげえ強くなったから、どんな任務もバッチリこなしてやるってばよ。やれやれ、調子のいいとこは変わんないか。にしてもナルト、あんた私より背伸びたんじゃない？うん、自分ではよくわかんねえけど。ねえ、私はどう？少しは女らしくなっちゃった？大丈夫、さくらちゃんは全然変わってないってばよ。お前は女心ちゅうもんを分かっとらんの。さて、懐かしむのはその辺にして、カカシ。いや、久しぶりだね。ん？これからお前ら二人はこの俺と一緒に任務をこなしていくチームになる。昔と違い、今はもう先生でも生徒でもない対等な木の葉の忍びだ。ま、どれだけ成長したか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。俺からこの鈴を取ればいい。準備ができ次第、練習場に来い。いよいよね。ああ、俺たちの修行の成果ってば、カカシ先生に思いっきり見せてやろうぜ。うん。懐かしい顔だね。君は一楽によく行ってた子だろ。君のことは知ってるよ。俺もあそこのラーメン好きだから噂は聞いてたんだ。
ペロセニー、俺に何か用？違う、お前には用はないの。わしが用があるのはそのガマだ。ガマってこのカエルのこと？うん、実はな、ちょっとした手違いでわしの口寄せの巻物からガマたちが逃げ出してしまっての。あ、そう。まあ、頑張って捕まえてくれってばよ。ちょっと待てい。お前少しは手伝おうとか思わんのか？だって俺ってば他にすることがあるからさ。カエル探しなんてやってらんねってばよ。なに生意気なこと言っとるか、このバカ弟子が。師匠が困った時は弟子が助けるのが道理だろうの。いいか、お前もこれからガマ探しを手伝い、各地を回って逃げ出した奴らを捕まえろの。無理やりすぎだってばよ。ガッハッハッ、ナルト、よろしく頼むの。よっと。